海風景次郎駅は、兵庫県神戸市北区、有野町次郎わざ災にある、神戸電鉄三田線の駅。駅番号は、キロバイト24。標高176メートル。単式一面一線のホームを持つ、紙幣駅。駅舎は、ホーム見たよりにある。沿線港ネットワークに接続された、駅務遠隔システムが導入されており、センター駅から、自動券売機。 自動改札機、自動生産機、TV カメラ、インターホン、シャッターが遠隔操作される。そのため駅員巡回駅となっており、校内売店等もない。以前は駅付近のパン屋で割引乗車券の委託販売を実施していたが、2009年11月時点では、すでに行われていない。駅周辺には、田園風景が広がるが北側に、新名神高速道の高架が、 東西に貫いている。下りは、毎時4本が発車する。上りは、毎時4本が発車する。朝には、特快速も運行される。以下に、発車する運転系統、停車駅、本数の一覧を示す。ABCDEFGHIJK、兵庫の鉄道全駅私鉄、公営鉄道神戸新聞総合出版センター、2012年12月10日。 174ページ。ISBN 9長7843億4300万6745。2019年度移動等円滑化取り組み報告書。神戸電鉄。2021年4月21日閲覧。神戸市統計書より、ありがとうございます。